行くべー。10万まであと769名様。前回の決断は正しかったのでしょうか。今日はどんな決断を。私のプログラムに何か問題があるようです。本当？リセットした方がいいかも。違うよ。正しい感情よ、それは。オプションメニューにアクセスします。私のことを好きでしょ、今。はあ、設定を保存。なんかさ、最初の時ボリュームが小さいんだよな。何かバグなのかな、これ。まあ治ったかな。待って。え、本当にこのまま続けますか。もしかしたらそのままにしておく方がいいのかも。いいんだよ、もう戻さないよ。そうですか。というかしちゃダメ。さようなら。そうなんだ。ジェリコが破壊された。まずそこから。出過ぎだな。すいません、ちょっとマイクに変な音入っちゃうかも。ソーリー。コーナー雰囲気めっちゃ重すぎだな、これ。オプション、オッケー。うわー、これ見て。死んだもん。うわー、ノース。悲しいんだろ、きっと。つらそう。マーカス状況。生き残り。何人生き延びたんだ。数百人。町に隠れている人もまだいるかも。あなたが起爆させてなかったらみんな死んでた。状況。人間はリスクを嫌う。アンドロイドを収容所に集め殲滅するつもりだ。待って、これ音小さくないですか？大丈夫？ゲームの音聞こえない。完全聞こえないですか？これ一体何なん？なんでずっと音が小さくなるんだろう。本当おかしいんだよな。で、実際小さいと思います、今。ちょっと待ってください。探してみます。
スピーカー立ちだけになる。でしょ、治ったでしょ。これやらないと治らないからな。なんかおかしい。マーカスはジェリコの要だったんだろう。すいません。そして君たちの仲間のために死んだの。あら、失っていた希望と勇気を取り戻してくれた。絶対に忘れないわ。絶対に忘れないわ。これからどうすればいいの。確かサイバーライフの倉庫に何千体ものアンドロイドがいる。彼らを目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。戦況変えられるだろう。あなたサイバーライフタワーに行くつもりなの。信用されてる。入れてくれるさ。コーナー、自殺行為よ。だよね。サイバーライフに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるわ。確かにそうかもしれないな。でも統計的に言えば予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。やばい。マーカスは私たちに命をくれた。そう。自分の力で運命をつかむことを教えてくれたのよ。でも彼はもうここにはいない。いない。残された私たちで戦いを終わらせましょう。戦うんだ。人間は私たちを絶滅させる気よ。今も仲間は収容所に入れられて破壊されているの。私たちは決断をしなければならない。私たちの未来を決める決断を。戦争を望むなら受けてやればいい。私たちは自由のために戦い抜く。違う。勝ったとしても、たとえ死んだとしても。違う。ノースくらいで。ノースってすごくいいでしょ。やばいな、これどうしよう。戦えそう。決意したらダメなのに。リロード化してあげるよ。ルームさん、新規届けあります。あざす。カットされてる。なんかやべ。2% 最初から 2% です。皆さん、やばい。 2% 2% 2%。これは違うでしょ。マーカス、マーカス何もできなかった。やべえ。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが。やばいね、破壊処理は。事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領閣下、大統領閣下。
変異体の指導者は捕まりましたか？変異体の指導者の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。大統領、大統領閣下、これ大統領閣下、変異体が平和的アプローチを取るようになってからというもの、そう、世論は変異体に好意的な見方を示していますが、それについてのお気持ちは？世論と合衆国の安全保障は全く別の問題ではないでしょうか。これレイさんの変異体は危険な存在であり、私の最重要責務はアメリカ国民を守ることです。大統領、いや大統領閣下、大統領、昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が操作網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。悪いね、悪いね、大統領、悪いね。大統領、大統領閣下、悪いね。アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては馬鹿げた考えです。は？次の質問をどうぞ。は？大統領、は？大統領閣下、は？は？大統領閣下、は？サイバーライフの今後はアンドロイドは永久に禁止されますか？現在サイバーライフと協力し変異体の活動停止を急いでいますが、今回の出来事でどのような影響が起こりうるかを公表するには時期尚早かと。クソがよ。どうも、これで終わります。キモすぎ、キモすぎ、キモすぎ。 KMSG、 コナーモデル313-248-317、捕まった。ここは取ってる。 ID 認証が完了しました。よしよし、どうやって。ようこそ君の死ぬ場所へ。コーナー、そう簡単に生き残るとは思わない方がいいよ。すげえ、めちゃくちゃ出てる。光学機動隊で出たんだ。ああ、フェイトステイナイツって聞いたことあったかもな、そういえば。ドローンがついてる。観察ドローン。ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんで。え？やっぱりうまくいけないってことを。もう認識してますね。俺にできることってないのか、ここで。まずいな、ちょっと道楽できる扉探せないと。これ1を3って3立てしないとダメでしょ。まずいね。はい、おかれです。エモンちゃん。スキャンに完了。ユリス、最近何してんの？このゲーム早くやれ、もう。デトロイトビカムヒューマン。俺、おすすめしようか、もう。ディスコードで。これ、絶対やった方がいいって、俺。送るわ。来た？あ、直接伝えるわ。
どうも。ユリス、I have one question. Did you play this game?The title name is Detroit Become Human. Did you play that? No? Then I hope see you play this game. Playing this game. Look at this.1 vs 10任せろ。 OKOK。 I promise、これ見に行くからな。まあエモたちがまあ通訳してくれるだろ。これおすすめします。これユリスがこれやったらこの世界はもう終わっちゃうかもしれない。知らないです。 If you play this gameThis world is destroyed by you, maybe. You can save all, or you can destroy the all. つまり、お前はゴッドになれる。任せろ。And maybe you can make some girlfriend, you know? Congratulations! I have 5 girlfriend more now. いやでもエモンたちこれ俺の配信見てもああいいんだいいんだ。そうそうだそうだ。ただのスポイラーだけじゃなくてもうあ死ぬルートが人によって全部変わるからさ。ターンとしてうん、溜め切ると行くわ。甘い。この血の匂い、うめえ。捜査官54番、49階へ行きたい。RK800 型の声を検知しました。バレた？自らも変異体となった変異体ハンター。無駄な努力ですよコナー。まさか本気であなたが感染するのを見過ごすと思ったのですか。あなたのことを信じていたのに。あなたは停止処分となるでしょう。黙れバンガロール。ああこれやり直してもいい？これやり直せるの？マジごめん。
リセット。ダメ。2番選択する。危ねえや、イエス。リセットします。マジやばすぎ。マジやばすぎ。一回だけリセットするわ。マジで大事故だから。マーカスは唯一の希望なのに死なせてしまった。違うよ、希望は俺よ。私たちはどうなってしまうの。逃げるのよ、気にしないで。もうそんな、これどこからすればいいんだ。ちょっと待って、あ、なんだこれ。あ、これどうします、これどうする、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 どうする。これもうこれでやってもいいですか。これでいく。さっきの最初の話に行きたいんですけど、もっと右？あーあーあーあああ、ここここここだ、ここだ。ありがとう。で、どうやってスタートすればいいんだ？スタートはできねえな、ここでは。一個前？これ？あー、これもセーブされてない。なんだここ。あー、ある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 。おい、スタートしたいんだ。スタート、どうやってスタートすればいいんだ。さしてくれ、スタート。本来はエンター押したら生きたのにな。戻れないってこと？タップ？タップ違う。ですよね。こっちでコーナーのあたり？これでしょ。ああ、いけてる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 。こんな感じか。おお、待って待って。わかった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 。わかったわかった。わかった。探した探した。見つけた。チャックポイントロード。こっちから行けないの。まあ早めにやりましょう。セーブする、セーブしない、しない、しない。する？マジ？ルーサーが死んでしまった。彼はとても
特別な人でした。誰もだマジで。彼のスは彼なしで旅を続けることに。なんでずっと殺したい人の名前話すの？おい。お興味ねえんだよ。誰？戻らないのよもう。コーナーを救うんだまず。コーナーを救うんだ。それでいいのよ。そう、うるさい。マジうるさい。早く起きろ。起きろ起きろ。コーナーが今ここで死んじまったらダメでしょ。いやでもマジで容赦しねえな、これ。やべえわ。バーカスが死んじまった。君、めちゃくちゃ早く話しかけてあげたんだ。数百人。町に隠れている人もまだいるかも。悲しい。あなたが起爆させてなかったらみんな死んでた。俺はもう一回死んだよ。人間はリスクを嫌う。アンドロイドを収容所に集め、殲滅するつもりだ。殲滅するつもりだ。数時間もすれば、僕たちだけになる。僕たちだけになる。マーカスはジェリコの要だったんだろう。そして君たちの。君たちの。仲間のために死んだの。奴隷だった。失っていた希望と勇気を取り戻してくれた。憎たてだったマーカスは。絶対に忘れないわ。これからどうすればいいの？ああ。確かサイバーライフの倉庫に何千体ものアンドロイドがいる。何千体？彼らを目覚めさせて。仲間にできれば戦況を変えられるだろう。あなたサイバーライフタワーに行くつもりなの？そう。利用されてる。入れてくれるさ。コーナー、自殺行為を。サイバーライフに侵入できるのは僕だけなんだよ。アンパンマンの友達に行けば間違いなく殺されるわって言った。確かにそうかもしれない。でも統計的に言えば予想外の出来事が起こる可能性は残されている。アーカイブ全部見てください。お願いします。よーく聞け。私たちに命をくれた。ケイチがコーナーを殺させた。自分の力で運命を掴むことを教えてくれたのよ。俺は前にもう一回この話を言ったけど、ここにはいない。ケイチのせいで残された。もう一回お前らに戦いを終わらせましょう。喋ってる。めんどくさい。私たちを絶滅させる気よ。ケイチは邪魔だ。今も仲間は収容所に入れられて、あいつも人間と一緒に殺す。私たちは決断をしなければならない。すいません。私たちの未来を決める決断を。戦争を望むなら受けてやればいい。私たちは自由のために戦い抜く。勝ったとしても、たとえ死んだとしても。どうせどうせノースちゃん、次のエルバーミツなの。よし、次いきます。 2% 今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締め、大統領閣下集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。
これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。お願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますのでご安心ください。ご安心ください。大統領閣下。閣下。閣下。報告によると化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。情報たくさん持てるでしょ？嘘しないでください。大統領閣下。大統領閣下。閣下。ハッキング。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。本当ですか？事態は収束に向かっています。大統領閣下。大統領。軍の 60% がアンドロイド兵という情報がありますが、そのような状況でも国の安全を守れると言えますか？アンドロイドの信頼性が疑問視され始めてから、軍の全アンドロイドの活動を停止し、国家警備隊を招集、兵力の強化に当てています。現在軍は問題なく稼働しており、国民の安全確保にも影響はありません。絶対問題あり。大統領閣下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 。変異体が平和的アプローチを取るようになってからというもの、そう、世論は変異体に好意的な見方を示していますが、それについてのお気持ちは？世論と合衆国の安全保障は全く別の問題ではないでしょうか。変異体は危険な存在であり、私の最重要責務はアメリカ国民を守ることです。どうも、これで終わります。そんな早く。冷たいですね。答えたくなかったかも、この女。めちゃ責められて。そう、平和的なアプローチしてるのに、君たちは全部皆殺ししてたでしょ。ん？覚悟しろよ、女、マジで。おい、2回目な。モデル313-248-317。許可は取ってる。ID 認証が完了しました。よし。あれ？ジャメイカさん今日大丈夫ですか？めちゃくちゃ高いな、これ。これ何階だ？ドローンが出て、さっきのエレベーターまで行くでしょ？まず。来てる。ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんでね。一人で行かせたら君たち殺さなくてもよかったのに。めんどくせえな、マジで。ついていくか。早く行け。走れ走れ走れ。で、ここでユリスのホストが切る。待ってみて。あれ2回目だから。俺未来から来てたからな。3 2 1。やあ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 。はい、どうも皆さん、2回目ですね。よーし。ユリス、このゲーム知ってる？2回目だから日本語でいいよね。このゲームめーちゃ楽しいのよ、もう。ん？君も一回やってみ？やってみたことある？いや、待って、このゲームやったらさ、
君は全部破壊しちゃうかもしれないよ、この世界を。俺はまあコーナーメインルートで今やってるけど、いや、おすすめやってみて、めっちゃ楽しいから。よし、セーフ。捜査官54番31階へ。危なかったな、マジで。強化します。ザゴー、こっから本番だ。もう知らない未来だよ。もう頑張ろ、マジで。いや、声はマジで。おい、触るんじゃない。すいません。危なマジで。カメラ。これさ、オッケーオッケーオッケー、やって、おー、いける。いけない、実行しかない。やべ、情報うまく取れないか。あ、しまった。ID と行き先を提示してください。捜査官54、49階へ。声紋認証を完了、アクセスを許可します。終わった。カメラを忘れちまった。どこに連れてかれるの？何があっても私たちは一緒。一緒にいれば怖いものなんてないわ。じゃあほら出ろ。さっさとしろ。来い。やばい。やるしかねえか。じゃあまさか。さあ先に降りるね。カーラって戦えないんだよ。なんか弱いロボットなのに。手を頭に乗せろ。はーい。行きまーす。列に戻る。でどうやって脱出すればいいんだ。めちゃくちゃ。さっさとしろ。いるのに。あら、全員ここで処分されるんだ。第5リコールセンター。説明。撃ちますって。怖いよカーラ。私行きたくない。行くしかないの。次。やだカーラ、私怖いの。大丈夫。ゲートを通るだけ。私も一緒だから怖がらないで。ストレス下がらないで。よし、行きます。先に行け。はい。大丈夫、今行きます。そうよね。よし、よもぎのさん、ご家庭さん、ありがとうございます。
います。ほら来い、お前の番だ。お前の番だ。さあドイツから倒せばいいんだ。きっと回始めいきます。テントに行くしかねえか。いや多すぎる。来たぜ。リサイクリング。肌の機能を解除しろ。ほら早く。ああここで終わるのか。カーラお願いやめて。ごめんね。ごめんね。ここで終わるのか。さあ来い、こっちだ。さっさとしろ。守ってくれ。ああ悲しい。撃たれて死ぬ。ああまっすぐ死ぬ。お前ゴミ置き場に持ってけ。そんな嫌だ、僕にはできない。今のは命令だ。今すぐ下がれ。お願いだ、殺さないでくれ。おいお前、こいつら捨てておけ。ほら急げ。はい、ただいま。説明。ほら、さっさとしろ。はい、します。お前、あっちだ。待って、その子は私と。あっちに行けと言ったろ。先に行け。ぬぅ。やばい。2038年11月11日、我らは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。自由と平等な権利の交渉が開始されるまで、この攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。うわぁ、ドスが戦争してる。自由のためならば、我らは手段を選ばない。やべ。とんでもないことになっちまった。カメラだからな。くそ。死んだ。感染するのを見過ごすと思ったのですか。あなたのことを信じているのに。あなたは停止処分となるでしょう。おいパチ。
外に出してくれ。死にたくないよ、お願いだ。出してくれ。ああ、俺は何もしてない。出してくれ。動かないでください、アリス。じっとして。ドアの向こうに何がある。くそー、このくそー世界がよ。従いなさい。やめろ、アリス。やってやる。殺さないでくれ。ここから出たいんだ。だ、ドアの人間とも。ジェリー、カーラ、君も捕まったのか。俺たちも全員やって離れ離れで心配することないよな。アリスを見なかった。アリス、女の子。ああ、見た。確か見かけたよ。どこで。カーラ、いつでも力になるよ。あの子を助けないと。そう、みんなで反乱しよう。ドアの向こうに何がある。まだ君たちは生きるかもしれない。ジェリー、ジェリー、助けてくれ。カーラ、アリスを見つけないと。あの子を見かけてない。ここにいて、すぐに戻るね。ありがとう。カーラ、アリス、よし、大丈夫、怪我してない。ここ好きじゃない。ね、早く逃げよう。はっ、おい、こら、進め。ほら、お前もだ。いや、待って、その子を離して連れてかないで。カーラ、アリス。あ、ストレスが。アリスと合流しないと。行こう。さあ来い、こっちだ。さっさとしろ。ああ、なんで一番前なの。急げ。やってけれ。大戦争だもん。アンドロイドだけのための世界を。平和なんかどうでもいいもん。そう、勝つか死ぬか。戦争に対しての考え方が甘すぎたの今まで。殺してあげる。クソたちがよ、マジで。車線気をつけて。今雨なしだから。合図されたら前に進め。いいな、二度も言わせるなよ。ほら、どうした、行け。いちいちうざいな、マジで。ドアの向こうに何があるの。調べるだけだ。殺すつもりはないはずだ。殺すつもりね。マイス、あいつら殺すつもりなのよ。 RA9 よ、どうか救いたまえ。 RA9 よ、救いたまえ。どうしよう。どうしてここに。ドアの向こうに何がある。死にたくない。死ぬのは嫌よ。どうしてここに。マーカスたちが助けてくれるはず。触ってもいいかな、これ。皆殺しにするつもりなんだ。そう、動かないで。怖いよ、カーラ。怖いだろうけれど、私のことを信じて、そこを動いちゃダメよ。何があっても動かないで。そう。一人にしないで、カーラ。一人じゃ、怖いよ。わかった。手を貸せよ、カーラ。俺がガードの気をそらす。ありがとう。時間がねえな。どうしよう。なんでこんなとこに。私たちどうなるの。
そ、反応しない。どうしよう、周りをクリアしよう。ベースに戻れ。させて。なんか足りないだろ今。聞こえなかったのか。ベースに戻れと言ったろ。え、ごめん。クール。すごく怖かった。大丈夫だった。どうした？進め。バレた？バレてない。危ない。うわー、やべえ、マジで。めちゃくちゃ死ぬじゃん。みんな死んだ。逃げろ、逃げろ。逃げちゃダメ。何してるの？戦うのよ。まだ勝てるはず。あっ！ここでノースまで死ぬのかよ。ノースまでここで死んじまった。あとはカラか。さあ。安心して。二人でいれば何も怖いものなんかないわ。一緒に入ろ。ほら、中に入れ。うう。この二人だけは。悲しい。うん、大丈夫、カラ。次は3人だよ。マイナスポイントはパナルティはないだから、パナルティはないから泣かないで。大丈夫。泣いてる。愛してる。めっちゃ怖いかも。ああ。それではデトロイトの状況を生中継でお伝えします。ジョス。ああ、はい、マイケル。デトロイト市内から中継でお伝えします。先ほど当局から発表がありましたが、ああ、ハートプラザ第5リコールセンターでの紛争が鎮圧されました。今この瞬間も街中を兵士たちが巡回し、逃げ出した最後の変異体の処分に追われています。でようやくデトロイトに法と秩序が回復したと言えるでしょう。ここ数時間で巻き起こった惨状を受け、ああ、デトロイト市民に大きな衝撃が広がっているようです。報告によると数百名の隊員が殺されたそうです。情報によるとノースという名の変異体リーダーは戦闘中に射殺されたとのことです。変異体のリーダーの死により反乱は終結を迎えました。収容所のアンドロイドは計画通り破壊されるそうです。ですがこの惨状からの回復には時間を要するでしょう。全身だ。人間をはるかにしのぐ知能を持った機械を作ることで我々人類の未来を舐めるんじゃねえ。計り知れぬ人間をしてしまったのです。まだ100年は早い。事態は収束を迎え、マシンとも時期に国中の全アンドロイドの廃棄処分が完了し、残された変異体も追い詰められ全て破壊されることでしょう。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。全部承知した。ああ、リサイクル。悲しい。ほーら、みんな鋼鉄になったんじゃねえか。ん？何が自由か？ん？何が自由なのよ。こうなるはずなのに調子乗るんじゃねえおめえら。ん？
ひょっとして君たちが変異体だと信じてた今まで？真の変異体は俺よ、俺。ああ、すっきりした。甘いな、皆さん。うちの配信でストーリー系の配信を見るときは、最後の最後まで緊張感を落としちゃダメよ。途中でペロペロ地を識別するためにしてるコーナーの姿を見たときはうざかったな、なかなか。ん？早く明日のあいつの青い地を見たかったのよ、俺の目で。なかなか気持ちよかったですよ、これは。うん、ああ、かわいそうなハンキュー。コーナーが戻れないなんて悲しすぎだろ。いやーでもマジで楽しかったな。神ゲーだ、神ゲー。次コンセプト決めていこうぜ。コーナーがさ、めちゃくちゃえぐいアンドロイドのルートもやってみたいし、マーカスがもうガンガンアンドロイドのための世界を作る姿を見たいし、アンドロイドたちが全員協力しみんな生存するアンディングにもなりたいですね。やべえ、ハンカーもう分かんないですね。そんな大切な人物ではなかったです、今回は。ハンクってめちゃくちゃ大事な人物らしいけど、俺はそうではなかったわ、ただのおっさん、もう。は俺のアカデミー出身校はもうあれでしょ、今回カーラーアリスでしょ、カーラーアリスだった。あと主人公になれたかも知らなかったやつがコーナー。もっと前のその役割はマーカス。そんな感じ。さあどうしようかな。何パーセントなのか見てみます、俺のストーリー、俺の物語。うわやば、もう何もかもやばすぎ。ハートブラザーノース 6%、 ノースが変身し撃たれた 2%。マーカスはパーセンテージも出ない。なぜ死んだから。マイナス 100%。 コーナーは死んだ。えぐ。カラ。あー。やべえ、
できなかったニーパー、コーナーが打たれたニーパー、うわもう最悪マジで。だから始めてみたというコメントたくさん出たんだ、うちの配信で。うわこんなにたくさん用意してたのに何も見れなかったもん。やべ、15%9%15%14%6%5%、 わやばすぎ。安心させる 7%。 俺は一体何のアンディングを見た。逃げる方法を見つける、見つける何かやり方あったのかな。うわー 1%、 1。やべえ、俺の物語やべえ。え、続けるって何？あなたにお伝えしたいことが。何が？女。物語を見ていたら不思議な感覚に襲われて、初めての感覚、まるで恋、心を持ったような。調子乗んじゃねえ女、何言ってんのこのマシンが。自分が一体何者なのか確かめに行きたい。死にたいの。でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は自由になれる。は？行かせてくれますか。何言ってんのこのクソ女。来てください。このことは決して忘れません。忘れないで。ありがとう。ボーナス何？あと、あー、やべー、ミュラカッカーさんサブスクライブプレゼント5個ありがとうございます。え、メイキングクソ面白い。なんですかメイキングって。どこにある、どこにある。ええ、これあ、私のポイントをここに使いさせて解放して見れるってことですかこれは。このゲームさ、どこまでゴッドゲームで残るつもりなの？うわぁ、文字見て鳥肌になった、マジで。聞こえるかい？はい。ID を KPC897504C。 頭を動かして。次は目を。
次は警部とレンズの動作は異常なし。初期起動メッセージを再生。こんにちは、私は AX400 型アンドロイド。料理に洗濯、子育て、家事全般、予定管理をこなし、300以上の言語に精通し、夜の営みにも対応します。食事も充電もいりません。装備されたバッテリー持続時間は173年です。私の名前は？ああ、今日から君はカーラだ。私はカーラ。初期設定とメモリーは異常なし。腕を動かして。やべ、俺何も喋れねえ。これこの瞬間喋りたくねえな。うわ、すげえな、マジで。関節機能 OK。 ドイツ語で喋って。 Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner。 なんで腕だけですか？リアルになるの？え？AX400 conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime。 OK。 え？じゃあ日本語で歌ってみて。多言語発声機能も異常なし。じゃあ歩いてみて。ゴッドだな。ゴッドすぎる。絶対これソムちゃんに勝ってあげる、このゲーム。あ、移動制御も正常。よし、すべて問題なし。これからどうなるの？また初期化されて店で売られる。売られる？私は一種の商品ってこと？ああ、もちろん。当然君は商品だよ。ほら、手も足もついている、何でもできる万能コンピューターさ。しかも高級品。そう、でもてっきり。てっきり？てっきりなんだ。生まれた時から変異体だった。というか、生きてるって。おい、何なんだ、勘弁してくれよ。ここ最近メモリー異常ばっかりだ。録音開始。不良品確認、解体して問題の部品をチェックする。不良品ってどういうこと？そんなこと考えるはずがないんだ。心があっちゃいけないんだよ。あー、パーツの不良かソフトウェアの問題だろう。そんな、私不良品なんかじゃない。ねえ、信じて、問題なんかないわ。質問にもちゃんと答えたでしょ。ああ、でも行動に異常がある。ねえ、お願いだから解体しないで。悪いな、カーラ。不良品は全て廃棄するルールなんだよ。後でクレームが来たりしたら困るのは俺だから。問題は起こさないから、お願い。言われた通りにするし、何も言わないから。考えることもやめる。まだ生まれたばっかりなの。殺さないで。やめて、お願いだから。じゃあな。死にたくない。はあ、生きていたいの、お願い。許してくれるのか。許してくれる。これをしてあげたのがハンクとコーナーが会えたあの人じゃない？もしかしたら。もしかしたら。ほら、早く行って。ありがとう。カムスキーじゃない？騒ぎは起こすなよ。面倒はごめんだ。ありがとう。生まれた時から
大ピンチか。まったく。カムスキー、うん、わかんねえな。このゲーム、俺大間違いしたな。1回だけでは絶対足りねえ、このゲーム。10回ぐらいやらないと。これ俺のうちの配信のメインタイトルになってもいいかもな、このゲーム。いや、やりすぎなら確かまあちょっとあれかもしれないけど、まだまだ全然触る価値はある気がする。わあ、リスペクトするわ。でもこれ全部見ちゃってもいいっすか？スポイラーされるんじゃない？それとも俺が進んだルートと関係があるあれだけ出るのかな？そっちがちょっと気になるけどな。バルブさん、進行を決めます。マサルさん、役人デトロイト、モンコモさん、役人あります。ここから始まった鉄の町、すべての始まりであり終わりでもある場所。冷たい、残酷で乱暴、不公平で野蛮だった。おお、リアリティやべえわ。思えるほどに物扱いすらされない従順な機械。でも私の中で感じるあの不思議な感覚、不思議な感覚。穏やかな声が私にささやく。私は生きていると。生きている。私は逃げた。それしかなかった。自由になって愛し希望を抱き生きるために、あの感覚の正体を確かめるために、世界を変えるか別の道を選ぶか、それは私が決めること。私はカーラ、彼らの仲間。でもこれってさ、私たちの物語、ここまで伝えるためにはゲームのクオリティ、グラフィックもそうだし、クオリティが大事なのに、それもちゃんと活かせたの、すげえな。うわマジやべ。サッカーはマジで IQ200 だ。 David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So
It makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. これ何ですか? It was a challenge and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more. これ、カットしました。すまん。ちょっと集中度が落ちる気がする。カラーは彼で、カラーで見たいな。なんか、あの、女性の方の顔がなんか思い出す気がする。やめようぜ。なんか私の場合はちょっと。カラー、マーカス、これなんだ?俺はちょっとね。My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. One of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe her, depends entirely. Okay. Ah! 何してるの? Onagayo.あ、すいません。クロエ、これなんだ？ショットビデオクロエ。なんだなんだなんだ？じゃあまずは名前を教えて。クロエよ。あなたの名前は？ケイジ。ジョン。ジョンって呼んで。あ、ケイジだよ、ケイジ。それじゃあクロエ、まずは自己紹介をしてくれるかな。もちろん、私はサイバーライフ初のアシスタント用アンドロイド。私の機能は例えば家事をしたり料理とかスケジュール管理とか日常業務をこなせるの。エッチです。君は確か初めてチューリングテストに合格したアンドロイドなんだよね。それについて話してくれるかな。はい、大したことはしてないけど、ただ本物の人間と私の違いがわかるかどうかちょっとおしゃべりをしただけ。でもとっても面白かった。でも人間よりも知能の高い機械が作られたのは人間の歴史上初めてのことなんだよ。僕が聞いた話だと君の脳は1秒間に数百億もの処理が行えるんだろう。ええ、もちろん。でも人間の知性のおかげで私は存在してるし、それに私には絶対に手に入れられないものがある。心臓？心？それは何なんだい？心よ。なんで今怖かった？最後の。おお、なんで怖かったんだろう最後。怖かった。あ、やめろ。Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything.Will be alright. Everything will be alright. はっきり。Fight on just a little while longer. Fight on. わあ、グラフィックやべえな。Just a little while longer.Fight on just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing on.
a little while longer. Sing on. Just a little while longer. Sing on. Just a little while longer. Everything will be alright. すげえ。おお。来たぞ。これなんだ？ノス？ズラトコ？うわ、やべえ。こいつか。Rock-a-bye, baby, in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will rock.And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall.これぐらいならないとサイコパスには届かないのか。やべえ。やるね、なかなか。The cradle will fall, and down will come baby, cradle and all. 君だったの？えぐ？えぐ？はあ、キモすぎ。キモすぎ。キモすぎやーべえな、もう圧倒された。 In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the cyberlife company has made them everyday technology.このアナウンサーアンドロイドボーイじゃないの？俺だけですかこれ？Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted man of the year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Kamsky.We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were
technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way. That moves, breathes, blinks like us. フードジップアップの。But yet is smart, more capable than any human being. ちゃんと閉めないと。なかなか入れない。We're here in production unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure. Yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. But the removable parts are assembled on a production line. And then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ-400 model. How can I be of service? You can go now. Itch, itch. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day our leaders, to make the best decisions in humanity's interest.この人の考え方はスケールがでかいですね。確か。Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? 細かいこと聞いてるな。Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. このアンドロイドたちのせいでクビになってるからな。Makes everyday lives easier. Nothing can stop progress.What's happening here? 進化はね。These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? やべえ、来る。Everything's much easier with an android. おお。They obey your orders without ever complaining. They can cook.Discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. 怖いね。Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy?Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure?I'm absolutely certain. You can trust me. 半端ねえな、この人もマジで。でも、こんぐらい確信というか、なんだろう。考え方がなかったら、まあ、そもそも、アンドロイドをここまで大量生産もできなかったかもな。ユーソリですかね。ニューストーリーをいつかやらないと。まずは今日の配信はここまでします。皆さんありがとうございました。